回転回転。絶対アイドルやめないでは、推しの幸せを願いながらも永遠にアイドルでいてほしいというファンの強い愛情を歌った究極のラブソングとなっております。楽曲タイトルにちなみ、いつかは終わりが来ることが分かっていても、恋よりも深くずっと好きでいるものをここで発表してもらいたいと思います。ではまず大谷さんから発表していただきましょう。指原さんからのシャインマスカットの贈り物、絶対やめないで。こちらシャインマスカット、なんか今年も SNS でちらほらと写真を見ていたんですが、詳しく教えてください。そうなんです、毎年指原さんが大分県のとっても美味しいシャインマスカットをたくさんメンバーに送ってくださるんですけど、このシャインマスカットでメンバーは毎日リハーサルやレッスンを頑張れているので、ぜひともできればやめないでいただきたいです。メンバーの中で誰が一番たくさん食べてますか？みんな結構バクバク食べますけど、誰とかないかな、全員がないないでもイコラブだけじゃなくて、イコマイジョイ3グループにくださるので、すごく太っ腹、ありがとうございます。夏にぴったりの贈り物ですね。では続いて音島さん、お願いします。はい、絶対コールやめないでです。アイドルといったらライブで、ライブといったらファンの皆さんのコールだなって思って、こうファンの方のコールがあると、私たちのライブのこうテンション感だったりとかっていうのがまた一つ上がる気がするので、本当にコールはずっとずっとやめないでもらえたら嬉しいなと思います。この曲のコールが好きとか何かあります？でもそれこそ探せダイヤモンドリリーとかの感想の言いたいことがあるところとかすごい大好きで、本当に皆さん全力で声を出してくださるので、こうまたこの絶対アイドルやめないででも一緒にせーのとか言ってもらえたら嬉しいなと思います。この後ライブも控えてますから、皆さんぜひコールしてもらいたいですね。はい、では続いて高松さん、お願いします。はい、私は絶対こだわりやめないでです。これはどういうことですか？はい、これはメンバーのキアラの話なんですけど、キアラはツインテールキャラなんですけど、ヘアさんにツインテールしてもらうときに5回ぐらいやり直してもらってるんですよ。長いもん。なんかもうちょっとこっちとかミリ単位で調整している姿が、でもこれってめっちゃプロ意識だなって思っていつも見ていて、でヘアさんもね、優しくやり直してくれるんだよ。そう、今日も5回ぐらいやり直していただいて、それをいつも隣で見てて、なんかこれぞツインテールキャラだって思いながら見てるので、素敵なことだと私は思うので、やめないでほしいです、このこだわり。これはもうツインテールのプロとしてこれからも続けてもらいたいです。では続いて斉藤さん、お願いします。はい、絶対回転やめないで。回転回転、回転寿司、いや私大好きなんですけど、最近なかなか回転してる寿司を見れないのが悲しくて、私はちっちゃい頃からお寿司屋さんが大好きで、よく回ってる寿司を見てたので、ちょっとまた回転してくれないかなって。確かに、なんか最近ちょっとタッチパネルで注文してすぐ届いてしまったりしますもんね。でもさ、最近その、タッチパネルが回転してるんです。それで、寿司がこうモニターでこう動いてて、タッチしたらそこから頼めるみたいな、すごい、ハイテクで、それは結構いいなって思って、なるほど、お気に入りです。じゃあこれからも回転を続けてもらいたいということで、はい、やめないでください。わかりました、ありがとうございます。では続いて滝脇さん、お願いします。はい、絶対みんなでのご飯会やめないでです。お、これはどういうことですか？はい、最近もあったんですけど、メンバー含めスタッフさん含め指原さんと、もうみんなでご飯会をすることがもう年に 2,3 回くらいあるんですけど、本当にその時間が楽しくて、ちょっとカラオケとかするときとかはスタッフさんとメンバーが一緒に歌ってたりとかしてるのを見ると本当に楽しくて、もう一生やめたくないなって思います。みんなでご飯に行くときは何を食べに行きますか？でもお肉系が多いです。
皆さんお肉となると役担当の人がいたりそういうのもあるんですかね。どうなの、あまり何も気にせずいたんですけど、でもまあ絶対やらないことかはいるビールそうですね。ねやらないのがこだわりだと。こだわりだから、こだわりがこんなところで見つかりましたね。その他のことやってくれるのでね。あ、そうですね、はい、いやみんなとの関係楽しいですからね、はい、これからもぜひ続けてください、うん、お願いします、はい、では続いて佐々木さんお願いします。はい、私は絶対愛犬隣で寝るのをやめないでです。これはどんなことですかね。夜寝るときに一人で布団こう入ってると布団をカキカキして入れてってやって、あの脇の下に、はい、収まって寝てくれるのですごいそれが可愛いなって思って、眠気が冷めちゃいます。逆に、ね、もう可愛すぎてそれ毎日入ってきて、毎日入ってきますね。でも朝起きると自分のなんかベッドみたいなところにいるので、なんか寝るまで守ってくれてるのかなみたいな。ワンちゃんの優しさで来てくれてるのかもしれない。癒されますね。ありがとうございます。では続いて山本さんお願いします。はい、はい、絶対ハンバーガーのキッチンカーやめないでです。これはどういうことですか。はい、これはですね、対面お話し会の、イベントの時のみ来てくださるキッチンカーなんですけれども、本当に世界で一番美味しいんじゃないかって思うくらい美味しくて、メンバーから大人気 で、昼休憩になるとここにいつも行列ができてるんですけど、これからもぜひスタッフさんよろしくお願いしますという思いを込めて書きました。これどんなハンバーグなんですか。なんだろう、なんかトッピングは自分で選べるんですけど、なんかトリュフみたいなちょっとおしゃれな食材が選べたりとか、チーズとかアボカドとかいろんな食材を選べて、そんな美味しいハンバーガーはやめないでほしいっていう、はい、お願いします。お願いでした。ありがとうございます。では続いて諸橋さんお願いします。はい、絶対メンバーうのやめないでです。これはどういうことですか。なんでかこう最近 UNO っていうあのカードゲームにハマってしまいまして、アプリもダウンロードして、この前もメンバーとやってたんですけど、私結構強いのですぐ終わるんですけど、いつもショック負けて私が紹介したアプリなんですけど、そうですね、私がよく負けます。すごい弱いんです。だからそろそろ強くなってもらっていいですか。ごめんなさい。はい、まだまだやりたいんですけど。これは皆さん全員参加されてるんですか。やりますね、みんなでカードをそれこそショコが配ってくれて。でも絶対に大谷エミさんは参加してくれないです。大谷さん何か理由があるんですか。私はちょっと肌から見てるのが楽しいタイプなので、時間でみんなの楽しんでる姿を楽しんでます。ありがとうございます。はい、では続いて野口さんお願いします。はい、絶対そのタイミングやめないでです。これは何のタイミングですか。はい、あの先日ちょっと前にタクシーを利用したんですけど、交差点でこう人がいっぱいいる場所に降りなきゃいけないタイミングになってしまって、あやばい、お一人でお金払わなきゃと思ってバタバタしてたんですけど、私がお金を支払うまでドア開けるのを待っててくださって言って、なんか空いたままだとちょっと恥ずかしいじゃないですか、この人慌ててると思われたらどうしようみたいな。でも待ってくれて、気をつけて帰ってくださいねって一言くださったタクシーの運転手さんがいて、優しいと思って、もう絶対そのタイミングやめないでほしいって思いました。先に開けるのではなくて、タイミングを待ってくれたっていう優しさがすごい、優しさにすごい優しさを続けてほしいですね。はい。ありがとうございます、うん、では最後に大場さんお願いします。はい、絶対サナツンのモノマネやめないでです。これはどういうことですか。あの諸橋サナちゃん、サナツンが本当にメンバーモノマネメンバーのモノマネをするのが本当に上手で、それを見るのが本当に楽しいんですよ。だから絶対にやめないでほしいなっていう。嬉しいですね。嬉しいですか。本当に私これファンの方のためにやってるわけじゃなくて、メンバーが楽しんでくれるためだけにやってるので、こうやって言っていただけて嬉しいです。ちなみに大場さんおすす
すめのモノマネは何かあるんですか、お気に入りは。最近よくやってるのが、うん、ヒアラが食べ物を食べた時のモノマネ。はい、じゃあちょっとこれせっかくなのでじゃあいいですか、マニアをお願いしてもよろしいですかね。はい、じゃあ斉藤キアラがもし銀杏を食べたらって言ってた銀杏を食べたら、はい、普段あんまやっぱ食べないので、斉藤さんがもし銀杏を食べたら、はいはい、これ初めて食べたんですけど、いただきます。おいおいしいこれはいいメンバーの皆さん、これはどうですか。メンバーはね分かってくれるよね。うん、ぽいキアラさん、ちょっと本人本人、アンサーやってもらっていいですか。銀杏です。銀杏をちょっと斉藤さんも銀杏を一度食べていただいて。はい。いいですか、お願いします。じゃあキアラ、これ銀杏食べて。いきなり？うん。いきなり。あ、久しぶり食べる。うん、食べてみて、早く。じゃあ、いただきます。あ、おいしいです。え、どうですか。なんか逆に本人の方がぎこちなさが出てるかもしれないですね。パンツになろうと、なんかならないように頑張ろうとしてる感じが。ちょっとなんか意識しすぎちゃいました。そうですよね。なんかちょっと気持ち大勢の前で。そうだね。大勢の前でやるもんね。確かに。ことないもんね。私はもうちょっと鍛えて、もうちょっと見せれるように頑張ります。わかりました。これからも楽しみにしてます。もちろん。また新たなものまで楽しみにしてます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。